皆様、オラオレンジクレープクラロフチャンネルのお時間です。前回バナナチョコ専用のチョコレートを使いましてバナナチョコを作ったんですが、どうも納得がいかないので、今回は実験しながら自分なりに納得のいく、お客様に美味しいと言ってもらえるような商品を開発していきたいと思います。まずチョコレートを溶かします。ご用意したのが牛乳を加えるパターン、生クリームを加えるパターン、いろいろとね、温度、量、これは牛乳ですね。牛乳を60度に熱したやつをちょっとチョコレートに加えます。よく混ぜ、ですがちょっと生チョコみたいに固まってしまい、分量等々が悪かったのか、バナナチョコには向いてないのかな。次は生クリームですね。生クリームも同じように60度まで熱していきます。2回目のチョコレートを溶かしまして、60度まで熱した生クリームを加えて試していきます。よく混ぜ、チョコレートになじむように混ぜていきます。ですが先ほどと同じような結果、生チョコみたいな感じでヘラにねくっついてしまいます。次に用意したのが牛乳、ゼラチン、お水ですね。これで再度試していきましょう。チョコレートが溶かす前にゼラチンにお水を入れてゼラチンをなじませておきます。牛乳も同時に温めておきます。ゼラチン溶けました。後で気づいたのですが、ゼラチンはちょっとダマになっちゃいまして、見栄えが良くないなっていう感じでしたね。ここでチョコレートが溶けましたので、70度に熱した温度管理大事です。60度ですね、ごめんなさい、60度に熱した牛乳をいっぺんに入れてかき混ぜていきます。今まではちょっと牛乳の量が少なかったみたいですね。今度は滑らかなチョコレートができてきました。ゼラチンを投入します。ゼラチンをチョコレートに入れたらよくかき混ぜていきます。こんな感じでね、サラッサラなチョコレートになりました。はい、みんな大好きバナナを割り箸に刺していきましょう。ちょっと熟してるから割れちゃったね。やっぱりちょっとサラサラ加減が強めで、バナナにちゃんとうまくコーティングができるのでしょうか。
本当はね、前回お届けしたように筒の中に入れてドプーンとつけるところなんですけれども、実験段階なのでスプーンでバナナにかけていきます。やはり温度がまだ高かったようでサラサラすぎます。ちょっとバナナが薄く見えちゃっている感じですね。液体ですよね、もうね。少し冷ましまして、サラサラ度合いをちょっと固めにね、なるような感じで温度管理をして、さら再度バナナに塗っていきましょう。これぐらいだったらどうでしょう。筒の中にね、こういうと同じような感じで溶かしたらいいかもしれませんね。ここで一回冷め切った感じですね。これではちょっと固いので、何度でやっていくとちょうどいい硬さになるか調べていきます。まずは25度から。25度で少し、チョコレートをお湯に当てまして、まあ25度だとお湯とは言わないかもしれませんが、25度では何も変わりませんでした。次は30度ですね。その次は 37.5 度。ここぐらいでやっと液体っぽくなった感じですかね。最終的に考えたのは 37.5 度ですと少し柔らかすぎるのかなと思っております。なので 35.5、 36度、だからやはり人肌っていうやつですね。ここの温度が一番よろしいかという結論に達しました。先ほどのバナナ、コーティングしたバナナを冷ましておりますが、カチコチにね、あのチョコレートだっていうぐらいにはなっておりませんが、試食をしていきます。食べた感想といたしましては、チョコレートの味がよろしい感じで美味しかったです。ただやはりパリッという感じではないですね。しっとりした感じの歯ごたえと舌触りでした。前編はここまで、後半に続く。